キンプリ新アルバム MV 感傷の背後に潜む5人の奇跡。キンプリ、キングプリンスの新アルバムミスター5から公開されたミュージックビデオ MV が多くのファンに深い考えを呼び起こしています。この MV を通じて浮かび上がる5人のメンバーの複雑な思いや未練のようなものがファンたちを引きつけてやみません。 2023年3月28日、富士テレビ系、目覚ましテレビで放送されたこの MV は、キンプリの人気曲、キングプリンス、クリーンプリンスのものでした。この曲は楽曲投票企画で堂々の1位を獲得し、MV は5年間の活動を振り返る内容となっています。 長瀬角や橋山の切なげな表情が印象的で、ファンの心を打つ瞬間となりました。MV の撮影に参加した橋山は、撮っているだけで結構答えますね。思いみたいなものは届くんじゃないかって思いながら撮ってました、と語りました。この寂しげな言葉は、彼らの心情を如実に表しており、5人がこれまで共に歩んできた時間への思いを感じさせます。 一方、平野潮は、微笑ましいですね。こんな時もあったなって、と、過去の写真を見ながら懐かしげにしていました。その微笑みには、成功と共に積み重ねた思い出と、未来への希望が込められているようです。しかし、視聴者からの声には、悲しみも含まれています。みんな笑顔やけどやっぱり寂しいよね、ねという声や海ちゃんの撮ってるだけで答えます。 ね、に朝から胸が苦しくなったという声が寄せられました。このような反応は、ファンがメンバーたちの心情に寄り添い、彼らの背負う重みを理解していることを示しています。この MV は YouTube でも公開され、さらに広く視聴されることとなりました。そして、日本テレビ系、ZIP でも同じく MV が公開され、ますます注目が集まっています。 MV の中には5人がずっともと書かれたプリクラを眺める場面も含まれています。一部ではメンバー間の不仲説や脱退の経緯が囁かれてきましたが、このプリクラの映像はその否定的な報道とは対照的なものでした。この映像を見る限り、彼らが笑顔で一緒にいられることがわかります。芸能記者はこの日の映像を見る限り、長瀬さん。 橋さんは少なからず活動に未練を残しているのでは、メンバー間の不仲、海外進出をめぐるメンバー間の温度差などメンバー脱退に関しては情報が錯綜していますが、少なくとも長瀬さん、橋さんに関しては5人での活動を模索していたと見るべき、と述べています。これは、 彼らが過去の奇跡に執着し、5人での活動を大切に思っていたことを意味しているかもしれません。いずれにせよ、これらのメンバー脱退の経緯や真相は、いずれ明らかになることでしょう。キンプリのファンにとって、これからも5人の未来と彼らが築き上げた奇跡を見守ることは、特別な意味を持つことでしょう。新アルバムの MV は、 その思いをつなげる大切な一瞬となったのです。